ダールさんはこう走塁用の大きな中な鍋つかみのようなグローブしてた頃ありましたよね。なかったでしたっけ？鍋つかみですか？のようななんかこう大きな怪我しない手袋みたいな。まあスライディング用の手袋なんですけど、はい、うん、まあ僕専用で作ってもらったんですけど、あれってなんか、うん、非常に大きく見えるらしいんですよね。うん、大きく見えてますよ。だから。はい。でも実際僕は手に取ってみるとそんなに大きくはなく、あ、でもこんなに大きく映るんだなっていうふうには思いましたけど、うん、そんなになんか自分としてはこう大きいスライディング用の手袋をしてる、まあなんか数ミリでも早くつきたいっていうことじゃなくて、なんかそう見えたのかなと思って。なるほど。スピードが出るためにランナーの人って手袋をこうはめずに握ってた方がスピードが乗るっていうランナーもいましたよね、うん、あ、いましたよね。うん、荒木さんとかかな。荒木さんもその人それぞれなんですよね。そのそこで力が入るっていう人もいれば、うん、まあ僕からするとその手をグーにすることによってスピードは出ないと思ってるんで。おお、開いてる方が出るスピードは。そうですね。陸上を見てもみんなパーじゃないですか。そうですね。スタートもクラッチングスタートも全部パーじゃないですか。グーってやっぱこう、うん、力が入るってことなので、うん、入りすぎは僕良くないと思ってるんですよね。考え方としては。はい、だからグーで握ることはなかったです。だから僕も膝のところに手をパーに置いてやってましたから、まあ、それぞれこう、ただ握り具合っていう。これをギューって握ってた方が力入るって思う方と、まあ僕、その反対にこう、うん、握ってなくて、こう、その瞬間をこう、早くっていう、初速を早くっていう意味合いでやってたので、全然考え方も全く違いますよね。